を熱から保護するる手袋である用途は様々であり、溶接に用いるもの、キャンプの調理時にダッチオーブンや、スキレットなどを掴むために用いるもの、尻尾や木作りや、陶芸用、工場内などで熱した油に触れる時に用いるもの、消化作業で用いるもの、冷凍庫内で冷たいものに触れる作業に用いるもの等々と当日に、様々な耐熱手袋があり、 各目的に適した材質や形状、長さとなっている。溶接用はスパッタが手や腕に飛んで火傷を起こしたり、維が燃えたりしないように用いられ、一般に、比較性やガラス繊維性などで色は灰色もしくは茶色、前腕の半ばまでの長さがある、長手袋型になっているものが多く、肘あたりまで覆う長いタイプもある特に、アーク溶接用は、 作業者が感電しないように絶縁性、電気を通さないことも重要なので、それに配慮した素材が選ばれ、アルミ素材などは一般に選ばれない。キャンプ用は一般に、比較性であり、一般に、風合いも重んじ、一般に、茶色に染めてあり、手首あたりまでの短いものが、一般的である。雰囲気を重視する人は、比較性の耐熱手袋を用意するが、実際には、 面製の普通の軍手を2枚重ねにして耐熱手袋として用いるということの方がむしろ広く行われている。軍手の2枚重ねで十分であり、軍手の方が他の用途にも広く用いることができ、キャンプの時にはむしろ便利で運ぶ道具も減らすことができるからである。画像をアップロード熱した油に触れるためのものは、 油を通さない素材が使われており、例えば表面がネオプレン製で裏側に断熱材が施されているものなどがある。工業規格として国際標準化機構の ISO と日本工業規格の実がある。ありがとうございます。